197艇もの船が参加した世界一のカジキ釣り大会、ビスビーズブラック&ブルー2021。41回目となるこの大会、賞金総額は900万ドル、およそ10億円。その栄光を手にする条件は、誰よりもでかいカジキを釣り上げること。この大会に参加した唯一の日本人チーム、芸能界一の釣りバカ、故増方裕樹の息子、仁科正樹。やっぱり2回増方さんはチャレンジして、優勝してない、入賞してない。増方裕樹の無念を息子が晴らすわけですよ、今から。そしてカジキ釣りに取り憑かれた男、カジキング。この海域が私のホームグラウンドである玄海灘は、七里ヶ曽根の海底の様子と非常に似てますね。もうなんか安心感があります、ここ。二人の本気で優勝を目指した5日間に密着した。メキシコ・バハ・カリフォルニア・スル州ロスカボスの港町、カボサン・ルーカス。ここがビスビーズ・ブラック&ブルーの決戦の地となる。ね、やってまいりましたね、メキシコ。そうですよ、カボサン・ルーカスですよ。いや、初めてですよ、僕はメキシコ。いや、何しに来たんですか、我々ここに。カジキ釣りです。これビスビースブラック&ブルー、世界一のカジキ釣りの大会ということ で、 そ、 うです。そこにまあ我々2人が日本から乗り込んできてですね、日本の国旗ありますからね。じゃあね、この国旗を一番上に掲げたいと、優勝したらね、すごいことになりますね。だって日本人は今までね、こう何人もいろんな人が出てて、その中にまあ自分の父親である松方さんとかも何回か出場してるみたいですけど、過去に日本人が優勝したっていう前例もないわけで、まあ我々チームが、カジキ王チームが優勝しようもんなら日本人初なわけですから。快挙です。だからあれですよ、メジャーリーグでいうと大谷翔平、ゴルフでいうと松山英樹、釣りでいうと仁科正樹、カジキングということを目指してね、なるんですね、頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。世界有数のリゾート地として知られるカボサン・ルーカス。その象徴となるのが岬の先端にある奇岩、スペイン語でアーチを意味するエル・アルコ、通称ランズエンド。年間平均気温は26度、雨が極めて少なく、1年のうち300日が晴天と言われている。メキシコの西部バハ・カリフォルニア半島の最南端、太平洋とカリフォルニア湾の合流点に位置し、周辺の海域は水深が 1000 メートル以上も急激に落ちていく。そしてただ深いだけではなく、起伏に富んだ地形は大小さまざまな魚が集まる絶好の漁場。
古くから漁業が盛んに営まれてきた。この海域にはカジキも数多く生息、町のシンボルとして人々から親しまれている。でかいなこのカジキ。あ、これはでかい。これだってあれですよ、5000ポンドぐらいありますよ多分。でもまあこれが明日明後日来るっていうことで。いや、ダントツ優勝でしょ。ダントツ優勝、世界記録でしょ。5年分優勝ぐらい世界記録、世界記録。さあギネス目指していきましょうかね。あ、とりあえず市場調査、うん、で釣り具屋、そう、市場調査で釣り具屋行きましょう、うん、こっちなんですよね。こっち、オッケーオッケー。地元の釣り具店へ道具の調達に行く。マリーナから徒歩5分、ミネルバズバハタックル。すごい、濃くね。すごい。っていうかルアーがやっぱすげえわ、カジキのルアーが。ここ全面でしょ。全面ですね。全面。カジキ釣りの聖地とも言われるだけあって、日本ではまずお目にかかれないほどの品揃え。いろんな色ありますけど、どんな基準で選んでくるんですか。だから結局こういう緑はシイラを食ってる時、こっちは普通の魚、要はカツオだったりその青い魚を食ってる時で、黒が結構万能って言われてて、で赤系はイカっぽいのを食ってる時って一応言われている、うん、色よりも大事なのは多分ヘッドの形で泳ぎ方が違ってくるんで、多分ヘッドの形でこう重要なんじゃないですか。そうそうそう、一番は1個がどうのっていうよりも、流してるルアー全体的に綺麗に同じような動きをするようなセッティングが一番まあ大事というか、うん、ということはそれはヘッドの形を合わせるとか。そうです、うん、はい、まあ基本5本流すんで、それをまあいろいろと考えてって感じ。5本流してちょっといまいち食いが悪いなと思ったら全部入れ替えていくわけですか。まあ、1本ずつ入れ替えていく感じです、はい、釣り方は船で複数のルアーを引っ張って魚を狙うトローリング。カジキのルアーの使い分けには、大きさ、色、そしてヘッドの形状、大きく分けて3つの要素がある。ルアーのアクションに差を生むのがこのヘッドの形状。水から受ける抵抗の違いで動きが変わる。これはだからバラバラでスタートが打ってて、ヘッド、要はこの部分とスカートの部分を自分で組み合わせて作れる、このヘッド、スカートコーナー、うん、あそこにヘッドだけがある。ヘッドだけある、うん、見よう見よう。もちろん完成品も売っているが、パーツごとに買い揃えて自分の理想のルアーを組み上げる、そんな楽しみ方もできるのだ。調達したのはルアー5個とパリなどの小物類。How much is this? ドラスペソス。あ、ドル、ドルが777ドル。だからまあ8万円ぐらいですね。日本で買うのとどんぐらいですか。だからルアー1個が2万円としたって、ルアー5個買ってるからそれだけで日本だと10万超えるんで。安いね。安いっす。宿泊先のホテルに戻ってきた西名とカジキング。日本から持ち込んだタックルを準備する。持ってきましたね。あのね、持ってきすぎ。いや、俺これでもそもそも違う違う、これでも選抜して持ってきたんですよ。竿とリールも持ってきてますからね、うん、俺は。これ世界の一本、うん、今回のために、うん、豪輝さんに作っていただいて、うん、この金と銀の部分が本物の金沢の金箔と銀箔。なるほど。でも松風さんの部屋にはこんなのがゴロゴロ転がってた。何本ぐらいあったんですか。いや、2、30本はあったでしょ。でもその当時ではもう最先端のやつだけど、今となっちゃもう化石。それをじゃあ別企画で全国に
眠ってる、それを探しに行くツアーをしましょう。与那国で見つけたじゃないですか。あ、1本、そうか、俺、うん、与那国で1本松方さんの使ってた竿とリールが漁師さんがもらってて、で与那国行った時にお前が息子みたいな、俺持ってるぞ見してやるって言われて、わざわざ見してもらったんですけど、今のやつとはもう次元が違う、うん、そう考えると昔の古い重いギア比も悪い、うん、であんだけのものを釣ってたってやっぱすごいですね。ねえ、うん、今考えると逆にこの釣りをやってからさらに分かる、すごいなって、うん、先ほど買った針や糸などをルアーにセッティングするリギング、ルアーを即座に使える状態まで組み上げておく重要な作業だ。ハワイ方式ですよ。ああ、そうそう、それはハワイで学んだテクニックね。そう、だから俺いろんなところでいろんな人のやつを見たりとか習いに行ったりして覚えた。よし、で、あとはフックの長さをどうするか、ちょうどいいんじゃないですか。うん、それはありやね。うん、これは多分ルール的にセーフ、うん、この針がスカートからこう出てたら失格なんですよ、うん、だからフックが隠れてないとダメっていうルールで、これで OK、うん、OK。 芸能界一の釣りバカとして名高い松方弘樹を父に持つ西名正樹、釣りを始めたのはもちろん父の影響だった。カジキ釣り始めたのいつ頃ですか？カジキ釣りをだからその本格的に始めたの本当に去年今年かな。え、最近？カジキは、だからちっちゃい頃松方さんがやってた、はいはい、それこそ松方弘樹世界を釣るっていう番組にちっちゃい頃連れてってもらってて、はい、だからそういう時にはやってましたけど、大きくなってからちゃんと自分の意思でやり始めたのは去年今年ぐらい。どんな存在ですか松方さんは？まあ絶対に勝てない存在。お、だから超えたいけれども絶対に超えられない存在、それは役者としてもそうだし、うん、まあ一人の人間としてもそうで、唯一今後もう松方さんは亡くなっちゃって、うん、まだ俺は現役で生きている、そうなった時に唯一松方弘樹を超えることができるのが釣った魚の大きさ、松方さんが持ってる記録っていうものが出ている以上それに俺は挑み続ければ勝つことができる可能性がある、唯一父親を超えることができるのは釣りなのかなと。父を超えるためには信頼できるパートナーが必要、そう思っていた矢先声をかけてくれたのがカジキングだった。もう今はもうカジキしかやらない感じ。カジキオンリーでやってます。どうしてそんなに名前までつけるほどカジキに魅了されてるのかちょっと気になりますね。カジキ釣りをやられてある諸先輩方には大変申し訳ないんですけど、はい、カジキ釣りが好きすぎて、うん、ラジオ番組始めたんですよ、はい、その時にラジオ番組名と DJ 名をつけないといけなくなって、はい、じゃあもう一発で分かりやすい名前にしようということでカジキングとも命名して、そうです、ね、それ以来自称カジキングできてます。カジキ釣りの楽しさってどんなところですか？はい、うん、カジキ釣りの楽しさは大きく分けて2つあると思うんですね、はい、1つはアングラーとしてカジキと戦う役、うん、でもう1つは船を操船してカジキを追いかけてヒットさせる役、うん、はい、僕はそっちの方なんです、後者の方なんですよ。でそれこそ西田さんは、はい、巻くのが大好き、あのアングラーをずっとやってくれるので、はい、西田さんとはいいコンビ組ませてもらってるんですけど、僕は大海原でカジキがここにいそうだなっていうところを自分で船を運転して、そしてカジキがヒットした時に全速前進でカジキをフッキングさせるために
船を走らせるんですよ、はい、この瞬間が何より楽しくてもうぶっちゃけ僕あのリール巻くのちょっとどうでもいいんかな。そうなんですね。あでもその、はい、フッキングするもうその瞬間だけのためにやってます、アングラーとキャプテン、それぞれの役割に集中できる名コンビとなり、1年かけても釣れないことがあるカジキを結成1年で3本釣り上げた。大会前日、本番を想定したプラクティス。今日はね、まあ、海の状況やカジキの活性を知るためにも重要な1日、チームの連携も確認する。アーリーキャッツ号、これでだからトータル、まあ、今日入れて4日間お世話になるわけですね。戦いが始まるわけですね、これで。で、あのキャプテンと、キャプテンと、キャプテンは前回もカジキングがタッグを組んだエドガー。すんげーな、やっぱしシルバートンの45フィート、コンバーチブル45フィートなんや、これで。このシルバートンっていうブランドをカジキ釣りで使ってるってあんまり日本じゃないんですよね。へぇ、まあ珍しい。へぇ、そうなんや。はい、で、ここがオーナーズルーム。なるほど。まあマリーナステイとかするときはキャプテンがここで寝泊まりするんですね。今ちょっと物置みたい。他にもクルー用の部屋は2部屋、そしてシャワールームやキッチンもある。住めるな。うん、住めるね。余裕で住める。午前7時出航、本番に向けて手がかりをつかむことはできるのか。大会本番前日、魚の活性やポイントの状況を探るプラクティスに臨む。港を出ると一艘の小舟が寄ってきた。でここで生かすんですよ。餌となる小魚を売っているのだという。大会のルールはルアーだけでなく餌も使えるのだ。魚の種類はアジやサヨリの仲間など。準備万端、いざポイントへ。道中スキッパーが手際よく準備を進めていく。釣りをするアングラを手助けしてくれる頼もしい存在スキッパーは、キャプテンエドガーの息子アルフォンソ。出航して何分？もう流し始めてるもん。すぐそこ、ジェットスキーで来れる距離。こんなところでカジキが釣れるってことですね。ドンブカになってるからプランクトンがいっぱい集まって、それにベイトが集まって、やっぱそのベイトを求めてカジキが寄ってくる。だからその日本で一番要はカジキが釣れるって言われている与那国も地形がそうで、港出たらすぐドンブカだから、そういう場所にやっぱりカジキは集まってくるというか、いいんじゃないのかな。ハワイもそうでしょ。ハワイもドンブカ、いきなり。これ、ここはドンブカって大体何メーターぐらい行ってる？なんか昨日聞いた話では1000メーターぐらいあるらしい、もう水深が。一気に1000メートルまで降りる。西名が持ち込んだタックルは、ルアーの手前に魚を寄せる効果があるティーザーをセット。大会本番のルールでは禁止されている組み合わせだが、カジキがいるかどうかを探ることも目的の一つ、試してみることにした。餌を流すタックルを2本、
ルアーを流すタックルを3本、合計5本をセッティング。めちゃめちゃ潮目入っとん。マジ？それと行き潮と向かい潮で2ノット 2.5 ノットぐらい違う。めっちゃ動いとん。船が絶好のエリアに入ってきた。ライバルたちも集まっている。過去の大会で最も実績の高かったエリアだ。最先端のケーキです。こっち GPS で、こっちが海底 3D で、トローリングスピード的には今7ノットぐらいで走ってるんで、ちょうどいいスピード。さあ来い、早く来い。カジキのアタックは唐突にやってくる。その時を待つ。開始からおよそ2時間が経過。ルアーをチェンジ。船を流している間、アングラーはただ待っているだけではない。ある程度流してみて反応がなければ、ルアーをローテーションしてカジキがヒットするルアーを探っていく。そしてルアーがベストな姿勢で泳ぐよう、糸を出す量で細かく調整する。波に煽られて浮きすぎず潜りすぎず、ちょうど波の高さの真ん中を泳ぐように調整しているのだ。トローリングはただ闇雲にルアーを引っ張っているわけではない。海の状態に合わせてアングラーがルアーをコントロールしなければ釣れるものも釣れない。2本のタックルをルアーチェンジし、再び様子見。乗組員が総出で魚がかかっていないタックルを一斉に回収する。ヒットしたタックルの糸に絡まないようにするためだ。ルアーチェンジしてよ、正解ってやつ。さあ、向こう向いてんねんけど、すっごい向こう向いてんねんけど、ただカジキではない。シイラです。ドラドーシーラです。
厳しいら。まあ、とりあえず1本目とりあえずシーラーが。で、今こっちにルアーを変えた瞬間これでしょ。とりあえずこれ、このルアーでワンヒット、トラード。狙っているのはこのシーラを捕食しているカジキ。スモールトラード。その後およそ2時間流し続けたが、シーラ1匹で終了。マリーナへと戻る。すると、おー、いた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 。あー、ほら、カボサンルーカスのマスコットとして親しまれているアシカが船に乗ってきた。あー、ごめん。こうして沖から戻ってきた船に餌をもらっているのだ。カリフォルニア湾は独自の生態系を持つことから、2005年に世界自然遺産に登録された海。まさに野生動物と人間が密接に暮らしている。本命のカジキは水。まあ、これは明日へのストックで。ストック、ストック。なるほど、明日のために残しておいたと。塩もめちゃくちゃ良くて、塩目ももうくっきり出てて、水温も華氏82度、なんで、まあ、どうで言うと27、8度ぐらい、27、8度、まあまあ、ちょうどいい水温、いい感じだったんで、しっかり終日引ければ、まあ、明日はまあ軽く1本釣れるかなと。メキシコのポテンシャルはこんなもんじゃないでしょう、し、なんだって年間4万本釣れるエリアなんで。4万本。それは初耳。やりましょう。いよいよ明日からなんで。明日から。その後釣り具店に行くと、こんな出会いが。プリーズセイハロー。でも一回は優勝してるチャンピオンでしょ。そう、フォーワードテキサス。過去にジャックポットを取ったことがあるチームだ。ここで現地のキャプテンと待ち合わせをしていたとのこと。午後3時、大会のエントリー会場へ。エントリーフィーっていうのがいくらなんですか？$5,000。まあまあ50万ぐらい。まあ今のやつ60万。まあ60万ぐらい。うん、でそれプラス、うん、自分のチームに、はい、賞金をもらうために別枠でエントリーするものがあるんですよ。はいはいはい、大会3日間あるんですけど、はいはいはい、この3日間ともに平等に賞金が割り振られてるんですね、はあはあ、で自分でちゃんとベットできてたら、はあ、その日一番大きいものを釣ったもの人がチームがその賞金全部もらえる。総取り。ビスビスの賞金は参加者のエントリーフィーで賄われている。まず大会に参加するための$5,000、その他、単日の優勝賞金を狙うジャックポットへのエントリーフィーなど、支払う金額が低ければもらえる賞金も低くなり、多く支払えばその額に応じて賞金が跳ね上がっていくという仕組みだ。エントリーフィーは賞金に回されるだけでなく、動物の保護活動や個人への寄付にも活用されている。そして大会で釣られたカジキは子供たちの給食の食材として利用される。この大会を創設したのは実業家のボブ・ビスビー。
今はその息子ウェイン・ビスビーが引き継いでいる。この町の人にとってのビスビーの大会ってどういったあれなんですか？Well, I generally think they love it because they're all down here watching the fish get weighed. It's a big part of the city, so I think they love it. The energy level in town is huge. 今回あの日本からも参戦してるんですけども、日本人のクルーにメッセージを。Yeah, we want to tell all of them, all of you that have been with us before, and even if you haven't been, get out of your quarantine time and get on down here next year with us. We love having you. I mean, we have five or six teams every year from Japan, and they're awesome. I mean, we love having you all here, so please come with us. 無事エントリーが完了した2人。エントリーナンバーは172番。チーム名はカジキキングで登録した。エントリー終了しましたな、キング。長かったー。あのね、どんだけ並ばせんのよ。すごい。でも過去最高、間違いないみたいね。我々で172チーム目、うんうん、だからその後もこんだけ行列ができてるんで、下手したら200チーム、200チームぐらい集まる可能性があると。あ、やばいですね、熱気が、うん、熱気がすごい、なんかもう、なんかメキシコのチームとかは1年間お金を貯めてこの大会のために、うん、でまあ出るみたいなね、うんうん、そいつらの真剣さと、まあ、熱気と、まあもう何もかもすごい、うん、これはやばい。取りましょう。もちろんジャパニーズ代表として、うん、最終的にエントリーしたチームは197、登録者数は1383人となった。午後7時、決戦前夜、オープニングセレモニー。会場にはバハ・カリフォルニアスル州知事の姿も。今回の大会の魅力は何ですか？La visita de miles de gentes que conozca nuestra tierra, que conozca nuestra gente, nuestras costumbres, nuestro modo de vivir y sobre todo que tengan la posibilidad de capturar un buen marlin, que vengan a practicar el deporte pesquero más importante del mundo. Es bien, para nosotros es un enorme gusto el que esté aquí tanta gente distinguida y que nos distinga con su visita. 大会のルールを参加者たちに説明するキャプテンズミーティングで、ビスビーから驚きの発表があった。今発表があって、去年ザックポットを該当者がいなかったので、2.4 ミリオン。ああ、US ドルが今年に持ち越しになります。マジで？そしてさらに、さらに今年の参加定数が現時点で191艇、その 2.4 ミリオンと191艇の人たちの参加料でなんと9ミリオン。9ミリオン、今日時点で1ドル114円ですから、ああ、日本円で10億円超え。10億円超え。なんと賞金総額は10億円オーバー。ジャックポットを取れば賞金額は最高でおよそ2億5000万円。ジャックポットを取るにはキャッチの条件である300ポンド、およそ136キロを上回らなければならない。それ以下だとリリースサイズとなり、ジャックポットの対象外となる。過去日本人でジャックポットを取った者は一人もいない。果たして仁科とカジキングは日本初の快挙を成し遂げることができるのだろうか。大会初日、夜明けを待たずして
参加者たちが続々とマリーナに集結。午前6時45分、チームカジキキング出航。197艇全ての船が湾内で待機。8時のスタートフィッシングを待つ。もうあと3分でスタートフィッシングだね。そして見てこの200艇よ、200艇。日本でナンバーワンって言われてる下田の大会でもそんな出えへんし、もちろんハワイの大会でもこんな出場艇は多くないし、さすがこれが世界ナンバーワンと言われる大会なだけあって、ここでチャンピオンになれたら本当にダントツナンバーワンってことだから、カジキの世界で。父松方弘樹の無念を息子が晴らすわけですよ、今から。やっぱり2回松方さんはチャレンジして優勝してない、入賞してない、そのね気持ちのまま天に召されてるわけやから、その思いを息子が引き継いでリベンジしますよ。間もなくスタートフィッシング。ビスビーズブラック&ブルー2021ついに開幕。やばい。昨日のプラクティスでは西の海域でカジキの反応がなかったため、この日は東を攻めることにした。走ること25分、ルアーを流し始める。この日はスキッパーを1人増員、カボサンルーカスのベテラン釣り師エウロヒオ。完璧。完璧。まあ今だからこっち2つがショートって言って船に近いところ、ほんでちょっと大きめのルアーを流してる。でこれと、あ、これとこれはアウトリガーっていうのを使って遠くを流してる。でちょっとちっちゃめのルアー、大きいカジキっていうのはずぶといから船の近くまで来て大きいルアーを食うことがあるけど、デリケートなカジキはやっぱ船に近すぎると食わなくて、やっぱアウトの方が食うことが多い。そして餌を準備。魚に針と重りを巻きつけた独特な仕掛けだ。まずはルアーが4本、餌1本の計5本でスタート。船長エドが海上にできる鳥の群れ、鳥山を探しながら船を流していく。鳥は水面に浮いてきた小魚を狙う。その下には小魚を狙っている大型魚がいる。見つければチャンスだ。
かし反応はなく、鳥山も見つからないまま2時間が経過。どっちがいいかな、逆かな。それで行こう。Only teaser。魚を寄せるためにティーザーを入れる。そんなもんでいいじゃないですか。ルアーと組み合わさなければ使用可能だ。ルアーも1本追加。どでかいのが投入されましたけど、これで1、2、3、4、5、6本、7本、合計7本。この船ではトラブルなく流せる最大の本数。神頼むしかねえもん。まあ諦めかけたらその時によく来ますからね。まあまだね、始まって今何ですか。まだまだ。大会中は他の船でカジキがヒットすれば無線でヒットコールが飛んでくる。しかし、リリースした船はいるものの、まだキャッチしたという情報はない。何も起こらないまま、残り4時間。今7匹釣れてます。で、ですね、リリースが、ブルーマーリンのリリースが、1、2、3、4本です。で、マカジキのリリースが2本、それとバショウカジキが1本。なのでスコアになるのはこのブルーマリン、マーリンのリリース4本。ビスビーズブラック&ブルーではポイントの対象となるのはブラックマーリンとブルーマーリンの2魚種のみ。午後1時時点での途中経過はブルーマーリンのヒットが4匹。しかしいずれも300ポンドを下回るリリースサイズ、ジャックポットの対象外だ。今300ポンド以上取れば一撃ジャックポット。まあ、まだチャンスはあるけど、ドピーカになって暑いな。季節は夏、気温は30度を超え、肌を刺すような日差しが照りつける。一撃ジャックポットを祈ってカジキのアタックを待っていると、イルカ、イルカだらけ。イルカがいると魚が逃げて釣れなくなると言われているのだが、でも与那国の漁師はイルカの後ろにカジキがいるって言ってたよね。だからまあチャンスがないわけじゃない、いいように考える。ブルーマーリンをリリースしたエリアの情報が入ってきた。潮目が広がっているという。キング、キング、この長さ大丈夫？イエローライン沈んでない？ずっと。もうちょっと出していいかも。糸を出してルアーの角度を調節するが、ゴミがついとうかな、なんか見えんね。なんか沈んでるよね。うん。これから絶好のエリアに入っていくだけに、違和感を放置しておくわけにはいかない。回収してルアーをチェンジする。
オッケー。まもなくブルーマーリンがリリースされたエリア。ライバルの船もいる。めっちゃいい。いい。めっちゃいい。やっとチャンス来たかも。雰囲気がいい。うん、めっちゃいい。あ、水温もまあまあ違うところをこうずっと通り抜けていく。食えよ。食えよ。残り2時間。1本だけルアーのサイズを落としてみる。小さいカジキが食ってくる可能性も高くなるが、同じサイズのルアーを流してきてここまでノーヒット。何か変化を加えなければならない。14、16で12。今12に付け替えたんですね。キングがちっちゃくしようと。あと1時間半切ってしまいましたね。他のチームの進展はもう大事だから。今見ようとしてるんですけど電波が悪くて見れないです。キャッチやリリースの速報が出る大会のホームページが見られない。果たして他のチームは。カジキをキャッチしているのだろうか。もどかしい思いで当たりを待っていると、やべえ、一本キャッチされた。マジ？午後3時46分、ブルーマーリンをキャッチしたという情報が入ってきた。マリーナにそのチームが帰還。ギャラリーたちが出迎える。検量所へとカジキを運ぶ。3メートルは優に超えているサイズ。果たしてその重さは。チームブラニフ、489ポンド、およそ222キロのブルーマーリンをキャッチ。さあ、おめでとうございます。今の率直な気持ちを教えてください。今とても感動してます。初めてこういう海外に出ることができて、連れてきてるんで、こんな重さでね、うん、こんな大きさで。今日取った賞金は何に使いますか？当たり前にもっと大きな船を買います。素敵、ありがとうございました。グラシアス。ジャックポットのエントリーフィーが少額だったため総取りはできなかったが、このカジキ1本で獲得した賞金はおよそ1億3000万円。まあ、なんかこの流れでいくと初日は疲労のみっていう。しかも心地よい疲労じゃない。ドッとくる疲れ。ドッとくるやつ。釣れたらなんかもう筋肉痛も心地よいのにね。あのバッキバキ感。そう、もう釣れないこの疲労感ったらない。悔しい。
そして Stop pressing. Okay. 初日ヒットすらなく終了。大会2日目、この日も7時前に出航、8時のスタートフィッシングを待つ。昨日1人でかいの釣った人がいるんですけども、はい、この人が、あまり大きな参加料を払ってなかったということで、なるほど、賞金の大部分は昨日の分が本日に持ち越しになっております。残ってると、はい、なるほど。本日1匹釣ればなんと$4 million なんですよ。日本円でだいたい4億円超え、4億4、5000万ぐらいあります。4億5000万、はい、1匹のカジキで4億5000万、はい、がこの海にいると。そうなんです。なんとジャックポットを取れば賞金はおよそ4億5000万円。今日の作戦はどういう作戦でいきましょうか。今日の作戦は、この左舷側、うん、左舷側はチームジャパンで、チームジャパン、はい、この2本に大小のまずルアーでやっていきたいと思います。なるほど。でこっちは5に入っては5に従えと。ほう。チームメキシコの、この船の方々の、ルアーを使いたいと思います。お借りして、はい、行くわけですね、はい、間もなく8時。なるか。さあ、2日目の始まりです。よし、取るぞ。やったるで。2日目スタートフィッシング。この日も昨日と同じく東の海域へと向かう。25分ほど走りルアーを流し始める。左舷側は日本から持ち込んできたルアー。右舷側はメキシコのクルーが持っているルアールアーを4本、そしてティーザーを1本、計5本でスタート。うん、オッケー。よーし。海外では結構これ。メジャーなお祈りというか、だから要はこれがバーって出たらこの札が飛ぶっていうような、なんかこうジンクスがあるんですよね。カジキがヒットしたら強烈な勢いでラインが出されていく。歓喜の瞬間はやってくるのだろうか。La situación ahora del mar está al calmo.カ
過去高潮化を上げたエリアに入ってきた。しかし当たりがない。あのクソでかいの流してないんですか、さっきあっちにあった。あれ流してみたらいいかもな。ティーザーを回収し、持ち込んできたルアーの中では最大の16サイズのルアーにチェンジ。めっちゃいい、すごいです。4時間が経過。メキシコのクルーも積極的に動く。賞金を獲得した場合、キャプテンやスキッパーにはチップとして総額の 20% を支払うという決め事がある。だからこそ彼らも懸命にサポートをする。今時刻は1時前、半分も過ぎちゃった。過ぎちゃった。で、我々の船はノーフィッシュピクリとも言いません。ノーフィッシュどころかピクリとも。よその船はどんな状況なんですかね。朝の9時台に、1本リリース、で朝の10時台に5本リリース。5本。で朝の11時台にまた5本リリース。トータル今11本リリースされてますね。ってことは昨日よりいいペースで来てますね。釣れてる感じですね、感じは、はい。ただまだキャッチはされてません。なるほどなるほどなるほど。じゃあまあ全然まだまだチャンスはあると。そうなんですね。いうことなんですが、ちょうど今移動してきて。はあ、ここ潮目がめちゃくちゃ入ってるいいポイントに来たんで、やっと見つけたチャンスゾーンっていう感じですね。いやここでガリガリガリッとガリガリッドーンっていうやつをね、そろそろ。この日初めて潮目が入っているエリアを見つけた。しかしカジキのアタックはない。ちょっと緑から外れましょうか。うん、緑緑と思ってるから。昨日唯一キャッチされたカジキのヒットルアーは緑。今日はそれに近い色を入れてきたが、変えてみることにした。ストップフィッシングまで残り2時間30分。18本釣れてます。今日。やっぱ昨日が17本、18本。はいはい。こんなもんなんですかね、やっぱり。でまだキャッチしたチームもいないんで。今日は。うん、で今ね、慌ててルアー交換と。昨日ね、やっぱ緑が釣れたっていうから緑ばっかりにこう固執してたけど。そう。だから全く違う。オレンジなんていうものを流してみたかった。オレンジとゴールド。そうですね、うん、それと一番奥が黒木、レイバック流してる、うん、まあまあメイドインジャパンのルアーに来てくれるといいんですが。じゃあもう一踏ん張りしていきましょう。頑張りましょう。今日もキャッチはまだ出ていない。ジャックポットのチャンスは十分にある。
マーク3。もっと出す。ストップ。1回。2回。1。オッケー。ルアーチェンジや泳ぎ方の調整などやれることは尽くしてみるが食ってこない。おい、マジで来い。もうギリギリでもいいですよね。300ポンド以上でしたっけ。だから330ぐらいでいい。とりあえず持って帰れれば、ギリギリでもいい。残りあと1時間。すると船の進行方向にクジラが姿を現した。つがいだろうか。2頭いる。昨日のイルカに続いてまさに自然豊かな海なのだが、釣りには裏目に出ることもある。吠える。おお、すげえ。どこ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 、そこ、ほら、でかっ。でっかっ。イルカが追ってもダメっていうのにクジラやったらもっとダメかな。他の船は未だキャッチはないものの、21匹のブルーマーリンをリリースしている。まあそのいいポイントをもちろんね、キャプテンも流してくれてるとは思うんですけど、キャプテンも本気でやってくれてるとは思うんですけど、これはちょっとね、魚っ気がない。いたのはさっきクジラぐらい。クジラ、いやー厳しい。だって年間4万本のカジキをキャッチしてる場所なわけでしょ、うん、年間4万本ってことは1日だいたい100本以上釣らないと年間4万本いかないわけで、それがおかしいもんなってます。昨日今日20本しか釣れてないんだもん。残りの80本どこ行ったのよ。どこよ。え、どこよって。どこよ。知らないよ。残り1時間を切ったが、ストップフィッシングまでにカジキをかければルール上は問題ない。夜9時までに検量所に持ち込めばいいのだ。しかしこの日も当たりすらなく終了。いかんせん結果が。大丈夫ですか、このテンションの低さ。まあ今まだファイト中の船がいるらしいので、2隻いるんでしょ、うん、で1時間半ぐらいファイトしてるって今いう噂を聞いてますが、はいはいはい。で今日までのポイントがどこでしたっけ。この、資料によると F の6と F の6と G の6っていうエリアに私たちをいたんですね。今日いたわけですね、うん、はい。でここで約10本ぐらいリリースされてます、今日。うん、今日、うんうん、ポイントは間違ってはない。なるほど、うん、それで、はい、さっきキャプテンとこう話してたんですけど、はいはい、テストフィッシングした日、はい、
俺がシイラを釣った日ね。そう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 、はい、あそこは魚っ気がまあまああったじゃないですか。あったあった、うん、あれが E の6から D の5にかけての海岸線寄りなんですよ。はい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 。で明日はここまでまずザーッと行って、はい、E の6まで行って、うん、E の6まで行って、はい、この C の4に向かって、まあ、この地図でいうと斜めに左斜め上に、あ、そっちに行く、うん、じゃあ C4、C5 ぐらいを目指す感じですか。いや E6、D5、C4、 あー、なるほど、こう上がっていく感じ。なるほどなるほど。それと私が運転してた時のこのコンビっていいじゃないですか、はい、そう、九州でキングが運転して俺がアングラの時は3打数3安打なんですよね。でしょ、はい、さっき頼みました。何を。明日俺に運転させろと。マジで。なので、はあ、E の6に着いたら、はい、着くまでは、まあ、こうマリーナ出たりとかいろいろルールもあるでしょうから、はい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 、そこまでは運転してもらって、はいはい、うん、E の6に着いたら、うん、私が運転します。明日はじゃあ上にいらっしゃるということですか。います。多分これで釣れます。なるほど、はい、2日目はキャッチに至った船はゼロ。1時間30分ファイトしていたチームは無念のバラシ。もう一チームはリリースサイズだった。大会3日目最終日、全てがキャリーオーバーされて、はい、今日釣ったら7ミリオンです。1匹のカジキが7億円の魚、はい、はい、なんでしょうね。もうバーディー、もう全米オープンとかのバーディーパットよりも緊張するでしょうね、最後の。でしょうね。なので本当にあの今日はね、あれですよね、キャプテンもするということで。します、します、はい、このキャプテンしてアングラーするときはチームいいんで、運がもうそれで釣れるしかないもんね、はい、今日は最終日、はい、出発しましょうか。はい、頑張りましょう。行きましょう、はい、ラストデイ、ほらほらほら、マネー。2日間当たりすらないノーバイト。唯一の日本人出場者として何としても一矢報いたい。今日は釣れるぞ。行ってきます。ほら。一方吉川は、さあいよいよ日本人は初めてかな、乗るの取材で公式艇に乗りに行きます。ビスビーズ大会公式艇に乗ることが特別に許可され、スタートフィッシングを間近で観戦させてもらう。ドルか、よい、初、オッケー、どっちから行けばいい、オッケー、 Thank you、 Thank you。 いよいよ出発です。船には大会の主催者ウェイン・ビスビーも乗船。この船からスタートの合図を出す。スタートフィッシングを待つ選手たちにエールを送っている中、ビスビーから驚きの発表があった。Everything rolled yesterday, as you know. So basically, this tournament has become a $9 million one-day shootout, gang. So, dear Lord help us, but please, I'm begging you, bring us a fish that qualifies. So, roughly $9 million is on the line and untaken at the moment. So, we wish you the best. Let me lift. なんと、ジャックポットの賞金は900万ドル、10億円オーバー。さあラストで、スタートフィッシングまで残り13分、最後だぞ。最終日、まもなくスタートフィッシング。And for Mr. Matsukata,
You can take a picture of Yen. No problemo. You can take a picture of a Yen for us too. So, suerte. Good luck, Mr. Matsukata. 残り10分。伝説を作りましょう。はい。よし。もうすぐスタートなんですけど、今スタートラインにちゃんと船がみんなついてるかを監視しているところです。さあ、あっちはもう船がみんな集まってますね。あの光景もすごい、なかなか見れない。カウントダウンが始まった。ビスビーズブラック&ブルー2021 3日目最終日、スタートフィッシング。いけいけ、結構みんな右行ってるじゃん。40分ほど走りルアーを流していく。Are you ready? Ready. You ready? Yeah. Get 9 million US dollars. 全部で5本。全てのルアーが入った。そしてキャプテンの座を交代。キング長さは？アウト。三巻き。いつもはホームグラウンドの九州玄海灘で船を出しているカジキング、メキシコの海で操船するのは今日が初めて。海底の 3D マップが頼りだ。今日は3日間で一番風が強く、波も荒い。操船も一苦労。しかし今までカジキのヒット率 100% のコンビ、奇跡は起こるのか。今この瀬の方面に向かってちらほらこういい潮目が今入ってるんで、水温とか見ながらこう縫うように走っていってます。水温の分かれ目みたいなのあるんですか？あります、あります。まあ、大体平均 7ノットぐらいで走っていってます。水温も今華氏が 83.8 度なんで、32比で割る 1.8、 まあ大体27度から8度の間ぐらいなんで、とってもいい状況です。
で何よりこれぐらい荒れてるとあんまり慣れてないアングラーはバラす可能性があるじゃないですか。なのでうちにまたチャンスがあるかなと。まあ仁科正樹君だったらこんな荒波でもしっかりキャッチしてくれると思うんで、信頼のコンビで頑張っていきたいと思います。スタートフィッシングから2時間が経過。キング、何？いかがですか？いい感じ。いい感じ？いい感じ。待ってますよ。竿でも磨いて待っとって。はいよ。昨日と同じく左舷側が日本から持ち込んできたルアー。カジキングが操船している分、ルアーチェンジの判断などは仁科一人で行う。この海域が、とても日本の私のホームグラウンドである玄界灘は七里ヶ曽根の海底の様子と非常に似てますね。この中に海底の中にある山が3つあるんですけど、あとちょこちょこした岩場みたいなものがあって、でこの山の頂上に向かって小魚の集まる場所になっててですね、でその小魚をまた捕食する魚がいて、でそれをまたさらに捕食するカジキがいたりですね、大型魚がいたりして、この山を中心に食物連鎖が繰り広げられてるわけですね。で今山の頂上に向かって進んでますん でこっちの方が濃ゆいので、こっちが谷深いとこです。で越えてこっちがなだらかな下り坂になってますけど、なんで次この辺りもチャンスかもしれないです。もうなんか安心感があります。ここ地元の海を引いてる気分で来そうですね。今日はこのエリアに狙いを定めた。キャプテンカジキングは理想のコースを進んでいく。仁科はキャプテンの思いに応えられるようヒットに備えてアングラーの役目をこなす。スタートフィッシングから4時間が経過。海底にある渓谷を縫うように進んでいく。大会最終日、開始から4時間が経過。しかし依然としてヒットすらない。いやーおかしいよね。メキシコまで来てさ20時間かけてルアーももうほぼほぼ出し切ってると思う。これでも何も反応なしですもんね。おかしい。で今日はキャプテンキングでしょ。参った。とにかくですねこのエリアむちゃくちゃ良くて、このラインがもうグランドラインみたいな、ここを行ってくださいみたいな道になってるんですよ。なのでひたすらここだけを残り時間も攻めてやろうかなと思ってます。トローリングの基本というか、水温が低い方にいるカジキが高い方に行って捕食しに行ったり、またその逆もあったりで、その水温の境目っていうのが一番溜まりやすい場所なんですよ。
水温の境目があるこのエリアを信じて流していく。すると ラインがわずかに出た。そしてを全速前進、フッキングさせる。全てのルアーを回収、カジキとのファイトが始まった。カジキが船に近づいてくると糸がたるみバレてしまう。全速で巻いて回避する。本部へのヒットコール。あ、お疲れさん。まさき西名でお願いします。仕事をしてもらうだけです。下手したらこれで900万 US ドルが手に入るかもしれないです。パッと見100キロぐらいありそうなんで、100キロ未満のあれじゃないですね。キャッチできるサイズは300ポンド、およそ136キロ以上。果たして超えることはできるのか。
カジキ特有のジャンプ、テイルウォーク。カジキ師たちはこの瞬間に魅了される。まあまあ、 How many ponds?よし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 。すること25分、ついに手が届く範囲にカジキが寄ってきた。キャッチアップ、キャッチアップ。レリーダー持ってくれへんし、キャプテン。いや、まだね、キャッチできるサイズかどうか今悩んでる。オーケー、フィニッシュフィニッシュ。重さは魚を船に上げて実際に測るわけではない。キャッチできるサイズかどうか目測で判断するのだ。キング、レイバップ、レイバップ黒木頼む頼む、頼む。キャプテンエドガーの目測ではおよそ200ポンド、100キロ前後という判断だった。午後2時、マリーナに1匹のカジキが持ち込まれた。We've got to be 300 pounds. We're right on the border. They're looking at it. It's close. You guys were right when you said it's close. One, two, three. 293! Oh, guys, you're killing. I know it's killing you too. 惜しくも293ポンド。リリースサイズをキャッチしたので、リリース部門のポイントもつかない。300ポンド前後のサイズは判断が難しい。しかしそのギリギリの線で勝利をつかむこともある。続いてもう一艇の船が検量にやってきた。果たしてサイズは チームザブラス、キャッチが認められた。 Wow, so JC, you come to the scale 305 pounds. What was the moment like when they showed it to you on the scale? Oh, we're always nervous, you know. You do your length formulas, you do everything trying to figure out what it's going to be, and it made it.
It made it. I guess it just meant to be, right? Just one of those things. So. What are the chances some rookie farm boys from Idaho come to Cabo San Lucas in their first attempt at the Bisbees and they bring in a 305? Well, I'm going to say pretty damn good. So, yeah. まもなくストップフィッシング。3日間の大会が終了する。5時までにヒットさせりゃ、マジで一生のお願い。しかし願いは叶わず。西名正樹とカジキング、3日間の戦いは終了した。いろいろ勉強にはなりましたけど、ただただ悔しい。まあね、とにかくこんな簡単に取るなよっていうことだと思うんで、チャンピオンになりたかったですね。やっぱその、欲しかったですね。翌日夕方6時、ビスビーズブラック&ブルー2021大会3日間も終わり、共に戦ったチームたちが一堂に会し、今夜いよいよフィナーレを迎えます。ジャックポット部門、リリース部門など各賞の表彰式が行われる。大会3日目唯一のキャッチとなったチームは少額のエントリーフィーだったため10億円には遠く及ばないが、およそ8000万円の賞金を獲得した。リリース部門は3日間で4匹のブルーマーリンをリリースしたチーム、賞金額はおよそ1250万円。過去最大規模で開催された世界一のカジキ釣り大会、ビスビーズブラック&ブルー2021、ここに終了。しかし今回の大会はどうでしたか？初めて終日にわたってこのカボの海を自分で操船ができました。そうですね。それでこういろんなポイントを自分なりにこう操船している中で、いつも自分がカジキ釣りに行ってるポイント七里ヶ曽根似てる海域があって、はい、ここをこういう風に引けばこれ絶対釣れるやんっていう自信がもうキングが運転して俺がアングラやるとまあ釣れますね。釣れるね。それと今回ここに来た理由の中の一つに、はい、松方弘樹さんが果たせなかった夢を果たすっていうのも一つ大きな目的だったと思うんですけど、まあ、息子がリベンジを果たすっていう、夢のためにも来ましたけど、はいはい、まあ天国の松方さんがお前一回ぐらいじゃ取らさねえよっていうことなのかなと、うん、通えと、うん、いうことなのかなと思いますし、まあ、僕はまだ生きてますから、はいはい、まだ、40歳手前なんでまだまだチャンスはあるので、もう取れるまで来ましょう。まあ二人がかりだったら勝てそうやけどね取りましょうそれでまあ取ったよとお墓参りに行ってきますよ。そんな感じで絶対にリベンジをしたいので、はいはい、引き続き頑張ります。頑張りましょう、はい、来年こそ必ず頼む頼む